はい、どうもこんにちは。はじめましての方は、はじめまして。いつも ご覧になっている皆様は、今回もよろしくお願いします。コーヒー好きな、コーヒー配信、自称コーヒー配信のチャリと言います。鬼畜ポケモンベガを実況ナンバー4をやっていきます。それで、前回は、このアヤメシティのジムリーダー、アマナに勝って、バッジを見事に手に入れることができました。それで、まあ、その続きを今回はやっていきたいと思います。さて、おっと、モスギス。あれやだ、奥様聞きまして。近所の八百屋で大根が大安すりと聞いて、飛んできました。どうも、モスです。あれ?そのバッジはまさかかさかのエルナトバッジ?もう勝利したのか?早い、うまい、安い。これで勝てる、これで勝った。モスギスさん、このジムで勝ったら結婚するんだ。結婚?なんだ、意味わかんない話だな、と。おっと、ここでポケナビ着信。一旦 CM です。CM じゃない。おい。あ、はい。あ、はいじゃねえ。何をしてるんだ、何を。あの日頃の精神的な疲れをくんず、ほぐれ、て綺麗なモスギスさんに意味わかんねえよ。お前のわけわからん旅行のせいで四天王の代理されてる俺の身にもなってみろ。四天王なのかモスギスって、マジか。もともと四天王のどうもモスです。キャッキャッじゃねえ。ああもういい、早く帰ってきやがれ。じゃあな。これがいわゆるいたずら電話。モスギスさんドッキドキ。このドキドキを忘れないうちにモスギスさんは帰ります。どうもモスでした。はい、モスギスは結局何が言いたかったのでしょうか。と、まあそんな感じで進んでいきます。さて回復しましょう。よっと。はい、やっていきます。あーやべ。まあね、外はね、外っていうかこの画面の中ではね、冬ですけども、今はね、春なんで、花粉症が待っております。で、僕は今、花粉症の症状をもろに受けております。モサボリ1個しかないのか。5個ぐらい買っちゃいますかね。てか、7個買っちゃおう。で、あと傷薬を、5個。よし、OK。捕獲中なんでね、僕は。ポケモン捕獲中なんで、まあ、ポケモン、モンスターボールは欠かせないですね。それじゃあね、通れなかったところが通れるようになったんで、すげえ、そいつはアヤメジムのエルナトバッジじゃねえか。やるじゃん、見直したぜ。というわけで下を通ります。なんか、ありそうですね。なんもなかった。なんもありませんでした。はい。ね、じゃあ、どんどん戦っていこう。なんだろう。よく当たる。どうしよう。どうやって戦っていこうかな。さて、じゃあ、戦いましょう。僕の飛びっきりのポケモンで相手になってやる。さあ、飛びっきりのポケモンとはどんなポケモンでしょうかね。短パン小僧。スバメ。なんだよ、またスバメかよ。もうスバメの応酬ですね。序盤は本当に。というわけで、あっさり。希望を打ち砕かれたー。あっさり倒しちゃいました。はい。おっと。この辺りは空気が綺麗で星空がよく見えるよ。よく見えるのか。そういえばこの世界って夜になんないのかな。正直で。デルビルか。体当たりですね。オッケー。さて、21レベルに上がりました。火炎車か。何を忘れさせようかな。正直言って体当たりそんなにいらないんですけど、まあダメージ調整ってのもありますからね。ポケモン捕獲とかの時の。というわけで、炎の渦がいらないんで、消しましょう。そして火炎車。
より強力な技を覚えましたね。ニドランか。ここは風呂にしましょう。あ、すいませんね、さっきから鼻をすする音ばっかりでね、本当にね、さっきからね、あの収録と収録の間を使って鼻を噛んだりしてます。それでなんとか持ちこたえてます。でね、まあ連続で収録していたらね、もう鼻水ダラダラになっちゃいますんでね、気をつけたいですね。おっと、誰だ。私だ。そうか。ああ、ニューアイランドか。ふむ。なら任せるぞ。いや、はまだか。切るぞ。じゃあな。ふん、子供か。なんだ、この人何なんですかね。こういう風になるぐらいだから絶対なんかありますよね、絶対。悪の組織とか。おっと。バトルするの？せっかく今からお弁当食べようと思ってたのに。じゃあこっちに来るなよ。じゃあこっちに来るなよ。ピクニックガールのアミカ。フロンか。じゃあ、キノコですね。オッケー。ニドラメス。ニドラのメスか。野生で出んのかな。野生で出てもおそらく捕まえるだけですけどね。よし、次からは早送りしますかね。次の戦闘からは早送りで行こうかな。私のおにぎりが、もうおにぎりとか気にするなら戦闘しなければいいのに。ああ、双子ちゃんか。はい。行くよ、ゆず。任せて、星。さあ、どんなポケモンが飛び出すんでしょうか。クロッチ、なんだこりゃ。新しいポケモンかな。お、そういえば、粉雪って2体同時に当たるんでしたね。お、さて、フロンが19レベル。オッケー。負けたのユズのせいだから。何それ、ひどい。なんか姉妹で喧嘩始めてる。またここトレーナー戦続きそうなんでね。ちょっと一旦カット入れます。カットってかね、まあ、飛ばすかな？飛ばすってか、まあ、一旦区切ります。あ、まあ、バンディカムは10分しか取れないんで、はい。はい、じゃあ戻ってきました。じゃあ続きをやっていきます。おっとっと、おい。おい、こら！今、俺らを無視しようとしたろう！無視するつもりはありませんよ。まあね、トレーナーを通してレベルアップするためですからね。まあ無視するわけにはいきません。さて。あ、相変わらずの早送りクオリティですけど、どんどん倒していきます。普通のトレーナーだとやっぱりレベルがちょっと低めだな。無視された方が良かったか。まあそうですね。絶対に無視された方が良かったでしょうね。このトレーナーにとっては。おー、デコボコ道歩きたい。じゃあここを歩かないでさっさと移動すればいいものを。ディグダか。ディグダも出んのかな。ダンゴロ、ダンゴロ多いな。よし、わしのポケモンがボコボコに。ここの野生ポケモンってどんな感じかな、ちょっと見てみよう。さてと、お、デルビル。さてどうだ。あ、ダメだ。倒しちゃった。やっぱりスバメか。スバメ倒す安定ですね。もう一回だけ見てみよう。あ、ダメだな。クヌギダーマンもう捕まえたし。なんか新しいの。なんか新しいの出ないかな。なんか新しいの出ないかな。出ませんね。もう出ないんで後で裏でやってます。
じゃあ続きましょう。君に負ける悔しさを教えてあげようじゃないか。さあどんな悔しさでしょうかね。教えてもらいた。お坊ちゃまか。アイク。デルビル。デルビルね。ヘルが個人的には好きだけど、このファイマーがいるからね。まだ多分育てないでしょうね。このし。よし。結構上がりますね。くそ、悔しい。おお、結構お金をくれる。さてと。何も道具なさそうですね。おーっととおい。ほほほ、あなたの大洋服安いものでなくて、ポケモンもお洋服もお金でおかけるのが当然ですわ。お金をかければいいもんじゃありません。努力です。お嬢様のルチアが勝負を仕掛けてきた。お金じゃないってことを見せてあげましょう。はい、オッケー。やっぱり努力が大事ですね。どんだけ努力とかをする、それが大事じゃないかなと思います。デルビルか。まあ倒しました。おっと、なんかありそうだけどな。なんもないか。なんもないか。ないですね。調べた意味がありません。マキビシか。わざましんさんはマキビシなのか。水の波動じゃないのか。マキビシか。おっと。だから、クルギ玉いいってば。あーもう、守る岩いいってば。守るは連続でやんないでくれ。うわ、倒しきれん。マジか。よし。フロンのレベルを20にしちゃいましょう。で、閉じる。お、はい。私のうち貧乏だからみんなが持ってるもの、買ってもらえないの。さっきのトレーナーとはほん、まるっきり逆ですね。3体か。ピチューか。チューも出るのか、いいな。トゲピー、トゲピーはね捕まえたんですけど、まあ育ててないですね。クロッチ、こいつちょっと捕まえてみたいですね。出たらよし。残念。さてと、おっと、これダブルバトルあるか、ダブルバトルあるかなと、ちょっと間を、ねえ、だからスーパー目はいらないっちゅうねん。まあ、スーパー目はいらない。こっち向けよ、こっち向けよ。向きそうにないな。やめましょう。はい。あれ？うおー！アホみたいに何やってるし。まあ、倒したからいいんですけど。はい。今年でトレーナー歴30年代よろしく。さて、どれほどの実力か見せてもらいましょうか。9レベル。これで30年か。むむ。おーっと。またデルビルか。お。じゃあせっかくなんでね、捕獲中なんで僕は捕まえましょう。ああ、もう捕まえれねえな、ほんとに。ああ、もう捕まえさせてよ。あられ。あ、意味ないし、くっそ。勉強しすぎた、頭か。早く帰って遊びたい。デルビルは捕まえるタイミングとかもね、もう要求されちゃいますね。ピッチュー。この先野生のポケモン捕まえれるかどうかちょっと心配ですね。よし、あとちょっとで20レベルですね。はい、なんもないですね。とにかく
洞窟か。知恵の洞窟。さっき怪しい連中が奥に入っていったんだ。確かダークなんだったかな。思い出した。ダークホルダンって言ってた。態度がでかくて気に入らないよ。マジか。なんか怪しいやつですかね。知恵の洞窟。だーっと、おーっと、野生のポケモンがディグダか。はい、20レベルになりました。氷の粒ってか。電光石火みたいな感じですかね。何忘れさせよう。はたく忘れさせましょう。はい、フローンが進化します。いきまーす。どんな姿になるのかな。おお、なんかいいね。フロルルですね。に進化しました。どんな感じかな。なかなか強そうですね。いいね。というわけで、まあ、時間も時間なんでね、今回は、ここで終了したいと思います。見てくださった方、今回もありがとうございます。次もよろしければ、またお願いします。それでは、終わりにします。ご視聴ありがとうございました。またちょっと最後、カミカミですけど、はい。